こんばんは、藤本博史です。前回のラジオ動画、第203回目の動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。もくもさん、ありがとうございます。藤本さん、こんばんは。今週はスカイランドへ舞台が変わり、新しい登場人物がたくさん出てきましたね。その中でも過去にソラちゃんを助けたシャララ隊長が自分の想定より早く登場したのでびっくりしました。今週のプリキュアを見て、ソラちゃんは隊長のことを尊敬、信用しすぎているのではと思いました。隊長の言葉を真に受けてるし、これはいつも思うことですが、ソラちゃんが隊長を、尊敬信用しすぎているがゆえに、隊長が黒幕だった場合、ソラちゃんのメンタル面や闇落ちしないかと心配ですと、コメントいただきました。ありがとうございます。はい、ちょっと一部噛んでしまったんですけども、そうなんですよ。いや、まあ今週ね、ヒロプリ最新話、まあ舞台がスカイランドに移りまして新章開幕という感じで、非常にワクワクさせられる話だったわけなんですけども、まあ火曜日に上げたゆる考察動画っていう動画の中でも自分結構いろいろ喋ってるんですけど、まだちょっと自分はソラちゃん憧れのヒーローさん、まあシャララ隊長がちょっと、まあ敵のボスとまでは言わないけど、敵サイドになんかこう一枚噛んでんじゃねえかっていうのは、どうも自分の中では拭いきれない部分があって、ちょっと怖いなーって思っちゃってる部分があるんですよね。ただやっぱりそういう見方をしてるから、荒探しをしてしまってるだけかもしれないので、そこら辺は何とも言えない部分ではあるんだけど、まあでも、どっちにしろ、味方にしろ敵にしろ、ちょっとミスリードを狙ってる感じ、制作陣のこう意図が見えたりもするので、そこら辺はすごく、それもまたワクワクさせられる展開で非常にいいなって思ったりするのと、このもくもさんもおっしゃってる通りなんですけど、心配なのはソラちゃんのメンタルの話なんですよね。やっぱり散々これも自分いろんな動画で言ってますけど、やっぱソラちゃんっていう人間のその根本にあるのがやっぱりシャララ隊長なわけじゃないですか。まあその、ソラちゃんって家族関係が全然明らかになってなくて、まあ弟がいるっていう話はしてるけど、でも全然家族構成分かってなくて、でしかもマシロちゃんに聞かれた時にソラちゃんがその家族のことをあんまり言いたくない感じで話をそらしたんですよね。そこら辺もなんか気になるし、なんかこのやっぱシャララ隊長っていうのがやっぱりそうなってくると、やっぱりその人生の支柱に立ってる人物なんだろうなって思って、もしそれがこう、メンタルが崩れるような、破綻するような事件が今後あったりしたら、ソラちゃんは立ち直れなくなってしまうんじゃないかっていうところで、で、それを救えるのはやっぱマシロちゃんとか翼くんとかアゲハさんになってくると思うので、いや、ちょっとね、本当になんかいろんな意味でヒロプリ、楽しみでもあり、不安でもあり、今後本当にどうなっていくんだろうなっていう感じがするんですよね。なんか本当に改めて、20周年作品としてとんでもねえものを持ってきてるなっていう感じがしますね。なんかいろんな意味で伝説になりそうな気がします、ヒロプリ。いやでも本当にヒロプリ何回でも言うけど面白いですよね。結構まあ毎年毎年プリケは本当に名作しかないと自分は思ってますけど、結構ね、藤本博史という人間の中ではトップクラスに面白い作品に今なりつつあるなと思っていますね。来週以降もね、やっぱ新章開幕するとワクワクするので、どんな感じになるのか非常に楽しみですね。ということで、ではでは、もくもさんありがとうございました。ということで今回も始めていきましょう。第204回目のラジオ動画ですね、始めていきましょう。改めまして、藤本博史です。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう番組はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なんですけども、それにハマってしまった大人、通称大きなお友達と呼ばれる存在の我々はですね、なかなか肩身が狭いというのが現状でございます。まあ当たり前なんですけどね。なのでそんなせめて大きなお友達界隈に向けてこのラジオ動画を作っております。皆さんから意見を募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身藤本博史の意見もたくさん喋っていこう、そんな感じのラジオ動画になっております。ということで、ではでは、
で、今回で204回目ということで、本当に皆さん、いつもコメントたくさんありがとうございます。皆さんからのコメントがあるおかげで、ここまで204回目まで続いております。本当にありがとうございます。ということで、ではでは、また前回の203回目の動画にいただいたコメントの続き読んでいきたいと思うんですけども、前回のラジオ動画ですね、舞台版プリキュアっていうものがね、最近発表されまして、それに思うことを、まあそれに関して自分が思うことをいろいろ喋ったんですけども、それに対してのコメントが非常に多かったので、すいません、今回のラジオ動画またこれに関していろいろ喋っていこうと思うんですけども、ちょっといろんな見方というかいろんな意見をちょっと紹介したいなと思いまして、肯定的な意見、否定的な意見、中立の意見っていうコメントを3つちょっと自分選びましたので、その3つを紹介して、じゃあどうだっていう話をちょっとしていきたいと思います。ということで、まずはですね、ちょっと否定的というか、やっぱどうなんだっていうのから喋っていこうかなと思います。まずはですね、まあ、否定寄りというよりは中立寄りの否定派とおっしゃっている方ですね。県5673ですかね。ありがとうございます。藤野さんこんばんは。舞台版プリキュアの件についてなのですが、私の意見としては中立寄りの否定派です。まず、あのプリキュアが初の舞台化として打ち出しているとは思うのですが、プリキュア舞台化一発目にやる内容かというのが私の思った感想です。私はミュージカルだったり、いわゆる 2.5 次元の舞台を見るのが好きな人間なので、プリキュアが舞台になることは、大賛成です。なのですが、2.5 次元舞台イコールキャストが全員男子だから、大人の女性向けのような、風潮には疑問です。私の好きな作品にレビュースターライトという作品があります。この作品はメインキャラが全員女性であるのと、アニメと舞台が同時に制作されていて、アニメで声優を務めているキャストの人が実際に舞台で同じキャラを演じていて、盾をやったり、歌を歌ったり踊ったりしています。先に言っておくと、この作品は特殊な例であって、アニメの声優さんがそのまま舞台でってパターンはめったにないですが、私が言いたいことは、まず一度全員女性で舞台プリキュアをできなかったのか、男子プリキュアをやるのはそれからでも良かったのではというのが私の意見です。変身ヒロインものの先輩であり 2.5 次元の先駆けともいえるセーラームーンの頃から女性が主役の舞台はありましたし、女性が主役の舞台も時代とともに増えつつあります。それなのにいきなり男子プリキュアから始めてしまうというのはハードルが高すぎると思いますし、それプリキュアである意味があるのという意見が出るのも当然だと思います。ということで、すいません、カミで申し訳ないんですけども、まずはこういうご意見なんですけども、まあ何回でも言う通り、自分は別にプリキュア公式の人間でもないし、そんなにガチガチのガチ勢っていうわけでもないので、あくまで一ファンとしての、ラジオ動画として紹介させていただくんですけども、このコメントを読んでなるほどなと思ったんですよね。前回のラジオ動画でも言ったんですけど、自分はその 2.5 次元舞台っていうものに対してあまり造形深くなくて多くは語れない人間だよっていう話はしたんですけど、やっぱりこうやって 2.5 次元のいわゆる舞台っていうものを、たくさん見てらっしゃる方からのコメントをいただいて、そうだなと思って、自分もなんかこう 2.5 次元大人の女性向けの 2.5 次元舞台イコールキャストが男っていうちょっと凝り固まった考えを自分持ってしまっていたので、こういうコメントを見てちょっと反省しなきゃなと思ってるんですけども、そうですね、こういうコメントを見ると、その女性が全然出てる 2.5 次元の舞台もあるよというお話なので、そうですね、やっぱそういう舞台好きの方からしてもやっぱ疑問視されるものがあるんだろうなって思って、やっぱりそのこのコメントの最後の文にもある、その、まあ、舞台であることは大賛成ではあるけど、で、全員男性であるっていうところで、プリキュアである意味があるのかっていうのは、まあ、確かになぁ。そう言われるとそうかもしれんなぁ。と思ったのが、自分の正直なところかな。自分結構ね、人様のコメントでコロッと意見変わっちゃう。意志が弱い。本当にね、もう意志が弱くて、もうね、あれなんですけど。そうですね。でも、そうですね。なんかうまくこう説明する言葉が出てこないんだけど、一発目、そうですね。まあ一発目女性でやってもよかったのかなっていう声もわからんでもないけど、でもからなんか
話し始めるのなんかすごく嫌な人間だな。なんか制作人もこういう否定的な意見が出るっていうのは多分分かった上でやってると思うんですよね。自分そこまで制作人バカじゃないと思うし、何かしらの理由を持ってこの舞台版プリキュア作ると思うので、何にせよ前回の動画でも言ったんですけど、まだキービジュアル的なものが発表されただけで、どういう内容になるのかとか、キャストが誰なのかとか、どういう構成でいくのかとか、そういうのが何も発表されてない段階なので、なんか、いやでもな、でも結局全員男子っていうのはもう発表されちゃってるから、そこに対して不満を持つっていうのは当たり前の意見だと思うし、見てから文句言え以前の問題なんだろうな。そうだな。まあでも今後のちょっと続報を待たない限りは、自分はちょっとあまり否定的なことは言いたくないんだよなっていうのはちょっと自分の中では正直なところかな。ただこのケン567さんのおっしゃってるコメントはすごくわかるというか、すごく勉強になったなって思うし、勉強になったなっていうコメントもおかしいな。でもこのコメントはすごく正しいことだと自分は思ったので、あの一発目に紹介させていただいたんですけど、そうだな、なんかこう他のコメントにもあったんですけど、否定的っていうよりは不安に思うっていうのが強いっていうコメントもあったんですけど、確かにそれもわかるなと思って、やっぱどうなっちゃうんだろうっていう不安が強いっていうのもあると思うんだよな。まあ何にせよでも、あんまり自分はこうまだほとんど何も発表されてない状態で何かに言うのはなんか何かに言うっていうか、否定的なことは言いたくないなっていうのがあるんですよね。でもこのコメントもすげえわかるんだよなって思いますね。すいません、なんかすごくこう言葉がうまく出てこなくて申し訳ないんですけど、でもこのコメント本当に自分は正しいと思います。まあでも堂々巡りになっちゃうな、まだ何も発表されてないしなっていうのが自分のあれなんですけど、でもやっぱり男子っていうことはもう発表されちゃってるから不安に思うのは当たり前なのかなとは思いますね。すいません、うまいことが言えなかった。ケン567さんありがとうございます。ということで、すいません、次のコメント読ませていただきたいと思います。次のコメントですね。自分が読んだ感じ、これはですね、中立という感じのコメントなんですけども、見かけ倒しさんありがとうございます。舞台版プリキュアに関して藤本さんのご意見を聞いて、だいぶ頭の中が整理できました。率直に言うと、自分は舞台版男子プリキュアの発表に対して最初戸惑いました。でも、キュアウィングは好きで、ブラペはすごく好きで、アンフィニも好きだったので、男子プリキュアを否定する立場ではなかったはず。自分にとって戸惑った原因は、全員男子だという点に気づきました。そもそも自分がプリキュアを好きになったのが、かっこよく力強く戦う女の子が見たいからだったのです。少女漫画では、基本女の子は最強にはならないし、少女漫画はそもそも戦わないし、私のように女の子が戦うことに価値を見出している人間にとっては、全員男子のプリキュアだとあまりその価値がないように見えてしまうのでしょうね。ですが 2.5 次元を好きな層はおそらく若い女性たちで、かつて初代プリキュアなどを見た世代が今その層を形成していると考えれば、男子プリキュアで舞台をすることはとても理にかなっているのだと思います。私もなんだかんだ言いながらイケメン男子プリキュアを見たらコロッとファンになりそうです。ともかくまずは見てみないとわからないですね、とコメントいただきましてありがとうございます。そうですね、まあちょっとこのさっきの不安っていうところとつながるんですけど、男子プリキュア自体は全く否定的な意見は持ってないはずなのに、なぜかモヤモヤしているっていうところで、やっぱ全員っていうところが引っかかってるんだろうなっていうコメントなんですけど、そうですね、なんかそのさっきのコメントにもある通り、舞台がもう男子中心っていうのはもう当たり前じゃなくて、女性もちゃんと
2.5 次元の舞台はいるよっていう話の前提でこのコメントを見ると、やっぱそうだな、全員かどうなんだろうな。例えば主人公のピンクポジションが一人だけ女性で、あと4人が男子とかだったら、ここまで言われることなかったのかな。いやー、なんかそれもなんか違う気がするな。なんかちょっと今歌のプリンスさん、歌プリってあるじゃないですか。すごく大きなコンテンツですけど、自分はあれ初代のアニメとか見てたんですけど、まあ主人公が女の子で、その周りに男性がいっぱいいるっていうね、キャラクター構成でしたけど、ちょっとあれをイメージしながら今喋ったけど、なんかそれはちょっとプリキュアでは違う気がするな。そうだな。なんかそう言われると、なんか否定的な意見というか、不安に思うっていう意見がたくさん出るのはすごくわかるなと思いましたね。ただ自分、堂々巡りだな、また。結局自分はでも見てみなきゃわかんないじゃんっていうところに自分は考えついてしまうんだけど、でもその見てみなきゃわかんないじゃん以前に、全員男子っていうのがやっぱりどうなのよっていう意見が多いっていうのもすごく今回いろんな意見というかコメントをもらって、改めてわかったので、そうだな。なんかこういう否定的なっていう言葉選び良くないな。こういうちょっと不安に思うコメントがツイッターとかでたくさん出るのは、改めてちょっと理解できたかなと今回思いましたね。プリキュアとは何ぞやっていうところで、自分前回のラジオ動画でやっぱりその初代二人はプリキュアからこの広がるスカイプリキュアまで、やっぱりプリキュアとして根本は変わってないよねって自分結構常々思うんですよ。そのキャラクターのね、いろんなこう個性がどんどん増えて、人数も増えたりして、ストーリーもどんどんいろいろ濃くなったりして、シリーズごとの魅力はあるんだけど、やっぱりプリキュアとしての根本の魅力っていうのは初代からヒロプリまで変わってなくて、その世界を守るとかじゃなく、その一人一人のキャラクターたちのその心というか、その初代二人はプリキュアだって、その世界を守るっていうよりは、その一人一人の幸せというか、女子中学生として当たり前の幸せを守るために戦うみたいな、そういうこうものを描いてたと自分は思ってるんですよね。でそこはやっぱりヒロプリに至るまで継承されてるなと思ってるので、そこをこうちゃんと継承したものであれば、舞台版全員男子でも全然自分はいいなとは思ってたんだけど、でもやっぱり、女性が、ってか女の子が戦うっていう、力強く戦うっていう、そのやっぱギャップの魅力っていうのが、それ以上にやっぱり大きな魅力として、初代からずっとヒロプリまであったっていうのも、それはそうなので、確かにわかるので、そこを舞台版でどう補完するかっていうのは、やっぱり不安に思ってしまうっていうのは、すごくわかるなと思ったんですよね。そうだな、どうなるんだろうなちょっとずつ不安になってきちゃったなんかこの18分ぐらい動画撮ってますけど、喋りながらどんどん不安になってきちゃった。いやでも前回も言った通り、時期尚早だと思うんだけど、でもそれ以前の話なんだろうな、全員男子っていうのが難しいな。すいません、今回本当になんかうまいこと言えないけど、でもなんか自分が思ってることはやっぱりもうちょっとなんかこう、全員男子でもプリキュアとしてうまくこう構成してくれるんじゃないかっていう期待が自分の中ではあったりするので、でもそれ以上に不安があるっていうのもわかるんだよな、と思います。すいません、うまくまとめられませんでした。はい、ということで、すいません、一回ジングルいきます。見かけ倒しさん、ありがとうございました。
はい、ということで次のコメント読んでいきたいと思います。すいません、また舞台版の話になるんですけども、最後に肯定的な、意見を書いてくださった方のものを紹介したいと思います。はるさん、ありがとうございます。藤本さんこんばんは。プリキュア舞台版、藤本さんの率直な意見が聞けてよかったです。自分は舞台版に対して、肯定も否定もしていない、言い方がおかしいかもしれないけど中立的な立ち位置です。まあ中立って書いてはいるんですけど、個人的にはまあ肯定寄りなのかなということでこれを紹介させていただきます。当然批判的な意見があるのもわかるし、それを表現するのは自由です。ただツイッターのタイムラインでチラチラ見えたのが、プリキュアの否定的な意見にも目を向けろという意見です。それも舞台版に限らずプリキュア全体についてです。自分はプリキュアに限らず娯楽作品については悪かったより良かったを探したい人間です。その方が楽しいじゃないですか。我々は評論家ではないのだから。でもファンとして活動を続けるなら、否定的な意見にも目を向けなければならないのでしょうか。否定的な意見を否定する権利は当然誰にもありませんが、目を向けろとまで言われると自分を否定されているようで辛かったですとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとこれ舞台版の話とはちょっと逸れてしまうんですけども、そうなんですよね。これもちょっと紹介したくて、すいません、その舞台についてそのどうだっていうのは先ほどの2つのコメントで少しね喋らせていただいたんですけど、まあうまく全然まとまらなかったけど、なんかそれ以上に自分がすごくわかるなって思ったのが、そのやっぱ舞台をやるよってなって一部の人がそのダメだこんなのっていうのを拡散しようとしてる風潮が少しあるんですよね。それが自分はちょっと嫌だなって思って、だから自分はあれなのかもしれない。なんかそれに同調したくないからさっきからなんかこうふわふわしたことしか言ってないのかもしれない。自分はすごく舞台版成功してほしい、まあ否定的なことを言ってる人てか今回このコメントを書いてくださった中で、まあ否定寄りかなっていう人も何もね失敗してほしいと思いながら書いてるわけないんですよ。ありがたいことに自分のこのチャンネルのねリスナーさんって本当にいい方しかいないので、もちろんその舞台版が成功してほしいっていうのはもちろん 100% 願っている上で、でもやっぱり不安だよねっていうコメントをしてくださってると思うんですけど、なんかやっぱり自分が今ずっとこうやってふわふわ喋ってしまっているのは、そのすごくちょっとこのチャンネルにはのリスナーさんにはいないですけど、ツイッターとかではすごく否定的なちょっと暴言含むぐらいの勢いで喋ってる方もいるんですよね。でもこのハルさんもおっしゃってる通り、プリキュアの主張っていうのはあくまで娯楽ではあるのでね、全部の作品を見てこれはいいこれはダメっていうよりはやっぱりいいものだけ見たいし、そこら辺のやっぱり前回も言った通り取捨選択ができるぐらいまでコンテンツがでかくなったんだと自分は思ってるので、まあ嫌なら見るなっていうことになっちゃうんだろうけど、でもやっぱりね作品をそれだけ愛してるっていうことだから不安に思うっていう気持ちもすごくわかるんだよな。なんかそこやっぱ難しいよな。なんかプリキュアっていう作品が大好きであればやっぱりいろんなものは見てみたいなって思うし、でもそこに不安なものをその蓋を開けてみたらその中身がねその批判的な意見だらけだったらすごく嫌な気持ちになっちゃうっていうのもめちゃくちゃわかるし、成功してほしいっていうのはみんな同じ意見だと思うんだけど、いやすいません、今回本当にずっとふわふわしてる。多分自分は
否定的な意見を言いたくないんだろうな、多分。でも不安なのはすごくわかるんだよな。でもって今回コメントしてくださった皆さんは別に否定したくて否定してるわけじゃないんだよ。本当に皆さんいい方しかいないから、うちのチャンネル。ありがたいことに。うん。うん、なんかダメだな。ここまで結構20分ぐらい喋ってきたけど、やっぱり前回のお話と同じオチになっちゃうんだけど、前回とか前回のラジオ動画とね、同じオチになっちゃうんですけど、やっぱりこう自分の中で結論をこう言うには時期尚早なので、うん、もうちょっと待とうかなと思います。すいません、こんなオチで本当に申し訳ねえ。自分の中でうまく結論付けができない。前回ね、いろいろね、偉そうに言いましたけど、やっぱり今回いろんな意見をもらって、自分の中でも今、いろいろ揺れ動いて、うん。でも何かしら自分からこう、舞台版はこう思うっていうのは、ちょっと改めて、どっちがいいっていうのはちょっと言えなくなっちゃったな。なんかずっとふわふわしてる感じになっちゃった。申し訳ねえ。でも、うん、これが自分の今思ってることなので。舞台版、もうちょっと情報解禁されてからいろいろ喋ろうかなと思います。なので、今回のラジオ動画で、コメントをいただいても、もちろんね、すべてコメントは、目を通させていただくけども、来週、次回以降、舞台版については、紹介はしないかな。多分、紹介したとしてもそこには触れずに行こうかなと思います。どっちにしろ多分来週以降自分ずっとふわふわしたことしか言えないと思うから。うん。まあもちろんコメントしていただいて構わないんだけどね。全然いいし、目は通させていただくんだけど。自分が何かに言うのはって言うとなんかすごく偉そうだな、なんか自分が、うん。もうちょっとなんか、ちゃんとしたことを言えるようになるまで情報解禁待とうかなって思います。今回ずっとふわふわしてたんで。って思います。いやでもこういうね、なんかこう、成功してほしいんだけど不安しかねえって思ってる方たくさんいると思うんだよな。複雑な心境の中ふわふわしてる方たくさんいると思うんだよなと思います。すいません、ちょっとなんか今回ずっとふわふわしてて申し訳ねえということで、コメント本当に皆さんありがとうございますということで、はるさんありがとうございました。はい、ということで、では今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。すいません、本当に今回204回やってきて一番尻滅裂かもしれない。本当に申し訳ねえ。成功してほしい、大名作になってほしいと思ってる。でもそこに向かうために何を公式さんはするんだろうという不安はある。どうなるんだろう、怖いっていうのは正直なところかな。まあ舞台版がね、プリキュアの全てじゃないですからね。もちろんヒロプリもあるし、プリキュア5の続編もやるし、魔法使いプリキュアの続編もやるし、オールスターズ F もやるし、本当に20周年盛りだくさんなのでね、いろいろ楽しんでいけたらなぁと思っております。ということで、最近のプリキュア事情で言うと、まあ何と言ってもヒロプリがね、新章に突入しまして、めちゃくちゃ面白いですね。本当にマジでおもろい。本当にこのやっぱ中盤にこう舞台変わって新キャラいっぱい出てくるのめちゃくちゃワクワクしますね。まあ魔法使いプリキュアとかでもあったけど、いやなんか改めて今年はいろいろこう本気というか、まあ毎年本気ではあるんだろうけど、本当にすごいなと思いながら見ております。まああとプリキュア5の続報もぼちぼちくんのかなと思ってますけど、どんな感じになるのか楽しみですね、という感じで、では今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時20時に投稿してるんですけども、収録録音してるのは3日前の月曜日が最近多いので、できれば月曜日までにコメント残していただければ紹介できる確率アップするのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げますということで、では
今回はそんな感じで終わっていこうと思います。改めて今回ふわふわして申し訳ねえ、こういうなんかこう人間なんだ藤本博史は、申し訳ねえということで、ではではまた来週のラジオ動画でお会いしましょう。今回のラジオ動画のお相手は藤本博史でした。また来週お会いしましょう。来週はシャキッとする。ではでは。